私たちの生活に欠かせない東海道新幹線がもし災害に巻き込まれたら、そんな事態が起きてもいち早く復旧させるため、 JR 東海は1200人が参加する大規模な訓練を実施しました。海側4軸往来、2軸ちょい追加乗車お願いします。東海道新幹線の三島車両所で実施された今日の訓練は、大規模災害や不測の事態が発生した際、各部署がスムーズに連携できるようにするためのもので、およそ1200人が参加しました。脱線復旧訓練では、油圧ジャッキを使って戦地隊員で車両を浮かせ、作業員全員で声をかけながら慎重に車両を線路に戻していました。なるべく水平を保つように声をかけながら、歩行が困難な乗客を列車の外に運び出す訓練では、乗務員と車両整備員が連携し、乗客を乗せた担架を車両の外へ運び出していきました。普段の業務では、乗務員と車両整備員などが一緒に作業することがほとんどないため、訓練では万が一の際に迅速に作業ができるよう、お互い声を掛け合うなどして連携を図っていました。